山岡重工11月17日から1954年3月27日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。本籍高知県。旧都佐藩市山岡重、務の三男として東京で生まれる。東京府立第一中学校を経て名古屋陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て 1903年11月、陸軍士官学校を卒業、翌年3月、不評勝位に任官し不評、第22連隊付けとなる。日露戦争に出征し、1904年5月に、戦勝を受けた。陸軍富山学校付け、陸士生徒隊付けなどを経て、1912年11月、陸軍大学校を卒業。不評。 第22連隊中隊長、陸士教官、第3師団参謀、教育総幹部会員、この F 票第1連隊大隊長、陸軍兵器本省付、陸大教官、陸士生徒隊長、欧米出張、不評、第22連隊長を歴任。1931年3月、教育総幹部、第2課長在任中に3月事件が起こるが、 正木神三郎第一師団長らと共に、武力発動に強く反対、これを未然に防止する。同年8月1日、陸軍少将に進み、不評第一両団長に就任、いわゆる行動派の中心人物の一人とみなされることになる。同年11月、犬会内閣において、荒木貞夫が陸将に就任すると、 軍政経験がない山岡を1932年2月、陸軍省軍務局長に抜擢する。その後、1934年3月には、長田鉄山の軍務局長就任に伴い、整備局長に回る。1935年8月1日、陸軍中将となるが、8月12日、行動派として、シンパシーのあった、藍沢三郎中佐が、 正木教育総監の公鉄に起こり、局長室に山岡を訪ねたその足で軍務局長室に向かい、長田局長を残殺する事態となる。この事件の責任を取って、林千住老陸将以下、陸軍首脳部の交代が行われ、同年12月、山岡も中央から追われ、第9師団長に親保された。その後、 参謀本物付などを経て、二2 2六事件後の祝軍人事で九百三十七年三月二十九日、予備役に編入された。しかし、九百三十七年八月二十六日に、招集を受け、第百九師団長に就任、下北地方を転戦する。その際には、参政省において、大元博物館の展示物の保護、三一防止にも尽力した。 参謀本部付を経て、1939年1月1日に、召集解除となる。太平洋戦争末期、1945年4月1日、再度召集を受け、全通寺士官区司令官に就任。全通寺士官区司令部が、四国軍官区司令部に解消されたことに伴い、同年6月10日には、四国軍官区司令部付となり、終戦を迎え、 12月に召集解除された。ありがとうございます。